天下に女性はあまたおれど、共に生きたいと思う者はそうはおらぬものよ。わしの言葉の意味はわかるな。お主がそうだと言っておるのだ。この天下には一人じゃ手に入れられねえものもあるんだな。頼む、嫁に来てくれ。俺はお前と幸せをつかみてえんだ。いつの間にか私の心はそなたで埋め尽くされてしまったようだ。もしそなたも同じ気持ちであったなら、私のもとへと来てほしい。いつ見ても美しいの。喜べ、お前をわしの妻にしてやる。片時も離れずわしにはめるのじゃぞ。品のある面持ち、凛とした佇まい、やはりお前しかおらん。お前を名族円本所の妻に迎える。よもや嫌とは言うまいな。小生、新鮮の技を収めたとはいえ、世俗の情を失ってはおらぬ。この左源法の思い、どうか受け入れてはもらえぬかね。わしは円家の嫡流、当然その伴侶にも品格がなくてはならぬ。お前ならばその座にふさわしい、この円香炉の伴侶にならんか。
伝えたいことがあるのだ。聞いてくれまいか。我が妻にふさわしいのはお前だ。共に歩む覚悟はあるか。気恥ずかしいが、伝えたいことがあってな。わしと共に生きてくれ。無論、お前が良ければの話だが。伝えたいことがあるのだ。聞いてくれまいか。我が妻にふさわしいのはお前だ。共に歩む覚悟はあるか。最強の男には最高の妻がいるべきだ。俺にはお前しか思いつかん。俺の妻になってもらうぞ。募る思いを胸に秘めてまいりました。ですが、もう抑えることはできません。お慕いしております。あなたと寄り添って生きる夢を見てしまいました。私にこのような幸せが訪れるなんて、まるで夢のようです。俺を選んだこと後悔はさせまい。最高の景色をお前に見せてやろう。